おいおい、お得意の魔法はどうしたんだ。さっきからガードしてばっかりじゃねえか。名門校に通う魔法師の卵のくせに大したことねえな。弱虫エリート君、これに懲りたら生意気な発言は慎むんだな。あら、デュース、俺もう我慢できない。ダメだ、魔法を撃つな。でも僕らが魔法で市民を攻撃することはできない。だけどこのままじゃ防御で精一杯だ。なんとかしねえと。でもどうする。これで終わりだ。くらえ。エペル、なんだこれ。魔力が溢れて。今、何が起こったんだ。こいつら、なんで急に倒れたんだ。今のって、もしかして。はぁ、あんたたち、どの面下げて帰ってきたのかしら。レッスンをサボったばかりか、無断外出、さらに喧嘩までしてきたなんて。今回は正当防衛が認められたからいいものの、乱闘のせいで VDC 出場停止にでもなったらどうするつもりだったの。無責任にも程があるわ。シェンアイタ先輩、本当迷惑かけてすんません。エペルを無断で郊外に連れ出したのは僕です。罰なら僕が受けます。いや、最初にレッスンを飛び出したのは僕です。あと喧嘩を買ったのも僕だ。悪いのは僕です。それに今日やっと分かったんです。ビルさんがずっと言ってたパワーのこと。心のどこかでずっと綺麗とか可愛いにこだわってる奴らのことをバカにしてた。でもビルさんが地元のリンゴジュースを紹介してくれて、村のみんなが大喜びで、ビルさんの言う強さの意味がやっと分かった気がするんです。僕もビルさんみたいなパワーが欲しいと思った。私はね、エペル、人をひざまずかせるのが好きよ。暴力より圧倒的に、演説よりも雄弁に、人をひざまずかせることができる力、それが美しさだから。私は誰にも負けないように美しさを研ぐ。世界で一番になるためにね。あんたは幸運にも愛らしさという刃を持って生まれたわ。それを研ぎ澄ますか錆びつかせるかはあんた次第なの。肝に銘じておくことね。はい、僕もっともっと強くなります。メイジもあなたも倒せるくらい強く。へえ、言うじゃない。どうやら雛鳥たちもとても反省しているようだ。許してあげては、ロア・ドゥ・ポワゾン。はあ、確かにここでガミガミ怒っても意味がない。二度目はないわ。覚えておきなさい。はい。元気よく返事してるんじゃないわよ。二人とも体力が有り余ってるようね。罰として、寮の外を30周ランニング。はい、ランニング行ってきます。ちょっとトラブルはあったみてえだけど、あいつらが元気に戻ってきてよかったな。なんだかすっきりした顔してたし。大問題になってたかもしれないんだぞ。まったく。ほんとだよ、あいつらいない分ビル先輩にきつめにしごかれたこっちはいい迷惑だっつーの。おいエース。あ、何、昼間のこと謝るとか言うんじゃねえだろうな。誰が言うか。そんなこと、お前の言う通り、僕はお前より頭も容量も悪い。でも絶対お前に負ける気ねえからな。それだけ言っておこうと思って。それじゃ。は？え？あれ何の宣言？は？俺があの単純バカに負けるとかありえないんですけど。
監督生もグリムもそう思わね。俺様からすればおめえもデュースもどんぐりの背比べなんだぞ。はあ、だどこの毛むくじゃら。